まあ、これがね、有名な T シリーズでございまして、まあ、T31 型が1951年に登場し、まあ、それ以来ずっと続いてるんですね。でこれを1959年に T380 型、T390 型っていうのがあって、でその次にこの T シリーズ、1966年に T シリーズっていうのが出てきて、で、これがまあ有名な星桃次郎を仕切るね、まあ、トラック野郎シリーズで、ね、出てきた、まあ、大型の、トラックになるんですね。でこれで、まあ、あのトラック野郎シリーズで、まあ、馴染みがあって、でそれで、まあ、この顔のトラックイコール、まあ、トラック野郎っていうそのイメージがね、出てきたっていうね、そういう車でありますね。でそれが、まあ、この T シリーズというね、ものでして、でこれは1973年に大型トラック F シリーズへと、まあ、進化をしたんですね。でこれが大型トラックシリーズをフルモデルチェンジし、 T シリーズから F シリーズへと、まあ、名式もね、新たに発売したと。でこの時登場したのが 6×4 後輪2輪の FV、 6×2 輪後輪の2輪の FU、 6×2 輪前輪の2輪の FT、 4×2 の 7.5 トンから8トン詰めの FR の4車種型を新しく搭載したキャブはクリスタルカットと呼ばれ、美しい直面性でモダン&エクスレアとなった。ルーフトップに設けられたソクル障子等一体型ルーフベンチレーターも、まあ、特徴的だった、車ですね。でエクストラとともにインテリアもフルモデルチェンジされ高級感が増したんです。でメーター類や、スイッチ類も変更され操作性の向上が図られた、車でございます。エンジン型式は FV 系、FU 系、FT 系、FB 系となっておりますね。まあこういうトラックでしてね、まあなかなかそのいいなというふうに思うわけでね、まさにもうトラック野郎って言った、車であるかなという感じでね、このトラック結構私これもね好きでしたね。まあ幼少期の時にねこのトラックが現役当時走ってたかな、まあそれを見た、まあ現役っていうかもうこの私が生まれた幼少期の時にはもうこの方のトラックはもう製造中止になってたんですが、まあまあそれでもまあ街中ではまだ現役で働いてるところでも多かったので、会社が多かったんで、まあそういうのを見たりしましたけども、まあ子供心だからちょっと怖いなっていう印象があってね、その夢の中にこれが出てきたっていうそのなぜか知らないけどお風呂場の乾燥機の中からこのトラックが出てきたっていう、それぐらいなんかこうちょっと怖いイメージがねあったんだよね、この顔からしてトラックには申し訳ないけど、でそのイメージがあったんだけど、ただ今の人思うと、まあこのユニークな顔、まあいかにもこのいかつい顔っていうかね、まあそれがいいなっていうところでもあるし、まあなかなか面白かったですね。でこのミニカーとしてはもうかなり古いのではないかと思うんですね。というのは私がこれに会ったのはそうだね、去年ぐらいの、の時で、その時のフリーマーケットですかね。でそこであったんですよ。でそれもしかもまあよく目にするフリーマーケットではあるんだけども、まあそこがやってるフリーマーケットのはまあ親のいない子供たちとかね、まあそういったところをこう育てる、まあそういった人たちが育てるというか、まあ暮らす場所というかね、まあそういうところだったんですよね。でそこのところが主催にしているとこがあって、でそれがフリーマーケットだったわけですよ。まあある意味なんていうの、まあ考え方としては非常にうまいところをつけてみたなと思うんですよね。なぜならまあほらもうああいうところって18歳ぐらいになるともうそこの施設にいられないからもう独立するんですね。でその時にまあそこのところで暮らしていった、まああるいは 1年おきとかねですねに暮らしていったものの中で、まあ物がたくさん増えると部屋の中がね
住めなくなっちゃうから、だからまあそういう整理をするためにあって、でその時にまあ不要なものがあったりなんかすると、じゃあフリーマーケットっていうのをやるから、まあそっちの方に出しましょうっていう、そういうことなんだろうね。でそういう取り組みの中でまあ行われてる。まあ最もね、まあ おためになればね、そういうやり方は何もフリーマーケットだけじゃなくてメリカリとかオークションっていう方法がねありますけども、まあ当時子供っていうのはほら申し訳ないけどまだそういう経験っていうのがまあできないから、だからまあそういう人たちがじゃあフリーマーケットに出してみたらっつって、で同時に各その PTA とかもつながってるから PTA の人たちに追いかけて、まあ不要なものをまあフリーマーケットで販売してみたらどうですかということで、でやってるんですよね。で長いことあれやってたかなと思うんだよね。でそのフリーマーケット行った時にまあこれがありまして、当時安かったな、30円とかっつったかな、1台あたり30円とかっつって安いなと思ったんだけど、でそれでもうほら閉店時間ギリギリになってさらに値下げしてくるんですね。値下げしてくるんじゃないですか、閉店時間ギリギリになってさらに値下げするシステムで、そうするとさらに値下げして30円が10円だよとかになってて、ええー、みたいな。でそれですぐまあ、たまたま私が行った時ちょうど終わりに近いぐらいの時間帯で、でこれから値下げセール始まりますっつって、でその30円でも安い方なんだけどそれを10円にしましたっつって、で買ってきたんですよね。まあだからまあ市場に今となるとなんていうのかな、こう珍しいものでもあるし、そのね、そんな値段が安く売ってたらいけんだろうっていうものでもあると思うんだよね。まあだからそれがね、そこのところのホームに何年ぐらい置かれていたものなのかはわからないけど、多分いろんな世代の人たちにの土地たちに遊ばれてきたんだろうなっていう感じは伺いますね。にしてもそれにしても壊れとかもそんなになく、ちょっとタイヤがね、確かこういうふうに引きずっちゃうみたいな形になってるけど、でもそんなに塗装の剥がれとかもないから、ずいぶん昔からそのフォームにあったんじゃないかなと思うんだよね。でいろんな世代の子供たちがまあ独立するまでこうねいたっていうね。だからまあ非常にその歴史観をある意味感じさせてくれるなっていうふうに思うし、まあ傷というかその塗装の剥がれというものも一つもないっていうこと自体にもまだまあ驚きますしね。でそういった車なんだ、そういったものをフリーマーケットに出すなよっていうツッコミがあるんだけども、まあそれをフリーマーケットで出してしまったんでしょうね。でそれでまあ私が結局それをまあ引き継ぐような感じで私のところに来たんですが、まあだからある意味物もこうミニカーもこう分かってるんですね。もうそのままだともうね、このまま誰かに誰ぞに安く買われて、その後自分がどうなっていくか分かんないと。だったらば、まあ、それを、まあ、なんていうのかな、維持して、大事にしてくれる人のところにこう渡りたいっていうね。で、それで私がこう、買ったものですから、まあ、なかなかこれは気に入ってていいなと思いましたね。10円で売ってんだから、信じられないんだけどさ。で、これも完全に昭和のもので、オートトランスポーターって言うんですね。で、これ調べてみたらね、貴重なもので、やはり昭和時代のブリキ製のおもちゃで、もう5000円ぐらいはするんだよ、これ。1台あたり。ええー、と思って、すんげえ貴重なやつなんだよね。で、こんな貴重なもんを、なおさら売るなやっていうふうに思うんだけども、まあ、まあ、そのオーナーは誰がオーナーだったか知らないけども、売ってしまいましたからね。もう私がこう買ったんですけども、まあ、これは大事に引き継いでいこうかなと思います。で、こういうふうに、こういう、なっていて、この上にこうね、車を乗せられることができて、
なかなか面白いんですね。だこれだと当時大きなサイズ、まあま、あのマジョレ、そうだね、マジョレってじゃない、ダイヤペットぐらいの大きさの車だったらば、入ることもできるんじゃないかな。まあもちろんトミカでもこれ収納はできると思うんだけど、まあ大きさ的に結構迫力があるんで、サイズ的にちょっと違和感というのが出てしまいますけども、まあなかなか、これはこれでいいなと。何しろも昭和時代で、しかもブリキ製ですからね、こういったものは今なかなかないですよ。で、こういうふうに内装はね、ちょっとガランとしていますけども、まあこういった作り込みが非常に良くて、T シリーズのね、トラックが手に入ったっていうんで、なかなかいいなと思います。私はこういうスポーツカーとか高級車ばかりではなく、こういう働く車と系とかもね、まあものすごく詳しいというわけではないですけども、まあ好きなので、こういったのも良かったなというふうに思いましたね。で、ここにワシの絵が描いてあるのもね、なかなか面白くていいなって感じでしたね。というわけでどうもありがとうございました。